お、じゃあ始まった。はい。いけてるね。はい。じゃあ行きますか。はい。はいはい。お、よいしょ。お、はい。行きます。よーみろー。ミッドナイトシスターいや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 、皆様、一週間ぶりのご無沙汰でございました。宮西よみのミッドナイトシスターズ。今回、60回目ということで。来ましたね。60回もよう続いたね。なんか、はい、感じますね。60回ね。はい。いやー、なんか、すごいな。もうなんか、うん、こう感慨深いよね。感慨深いですよ。感慨深いよね。はい。はい。いやいや、みんな、こんな感じでね、あの60回が来ても皆さん、ぜひ、お付き合いのほどよろしくお願いします。今回も盛り上がってまいりましょう。というわけで、お相手は私、おみし師範代と、MG 巨漢でーす。イェーイ。これ、今日は何人か見てくださってるんですか？今現在、20名、21名の方が見てくださってますね。はい、もう素晴らしい。皆さん本当ありがとうございます。YouTube で見ながらやろうかな。あ、そうね、そうね。多分ね、コメント欄にもね、今たくさん書き込んでいただいてるので、また後でね、コメント読み上げていきたいと思いますんで、しばらくお待ちくださいね。いやいや、はい、いやいや、みたいな感じでね、60回目も、こんな感じでスタートいたしましたが、あのね、今回のゲストの方がね、はい、多分MJ 教官のところではあんま見えないと思うんですけど、今回のゲストの方がこう、こっちで配信してる師範台のところには画面が下にちっちゃくあって、はい、そこで一生懸命ね、なんか動物を出してるんですよ。あいつ何やってんすか。いやいや、もう早く呼べ、早く呼べ、みたいな感じでしょうね。いやいやいや、もうちょっとね、ゲスト、とりあえずゲスト呼ぶ前にですね、ちょっと、書き込みしてくださってる方々にね、はい、ちょっと言っていきたいと思います。今回、ちょっと、ここにね、画面に、出せない状態になっちゃってるみたいなんで、読み上げるだけ読み上げていきますね。冷やし柴さん、こんばんは、こんばんは、トルコから帰ってまいりました。よろしくお願いします。コージ山内さん、トルコから来ました。ありがとうございます。岡中馬さん、こんばんは、トルコから来ました。ありがとうございます。大野かもしれない。おはようございます。おはようございます。しんちゃんさん、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。森さん、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。エムタさん、こんばんは、こんばんは。どうぞよろしくお願いします。山本浩二さん、こんばんは、こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。セバ先輩、こんばんは、こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。モチタロウさん、こんばんは、トルコから来ました。ありがとうございます。タマさん、こんばんは、こんばんは、どうぞよろしくお願いします。長田くん、こんばんはです、こんばんはです。どうぞよろしくお願いします。大野かもしれない、60回おめでとうございます。ユーモア会楽しみですね。ユーモアになるかどうかは別、置いといて。どうぞよろしくお願いします。大坪健吾さん、こんばんは、こんばんは。トルコから来ました。ありがとうございます。森さん、ゲスト、かっこ先生。そうですね。先生ですよね。かおちゃんさん、はい、60回、おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、かおちゃんにもね、出ていただいても、本当ありがとうございました。メイ太郎さん、こんばんは、こんばんは。どうぞよろしくお願い申し上げます。ピロシ、こんばんは、こんばんは。よろしくね。ハマチャンネルさん、こんばんは。とても楽しみです。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。高橋さん、トルコから、お晩です。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。福島マンさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。60回おめでとうございます。いやいや、ありがとうございます。皆さん、もう皆さんのおかげでね、ここまでやってこれてますんで、まあ、何の役にも立ってないとは思いますが、皆さんに、一緒にね、こう、なんか、どっか飲みに行ってね、こう、笑顔になって、こう、わーわーやってるようなつもりでね、今回も参加していただければなと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。チャットの方でガンガン、ガンガン盛り上げていってくださいね。よいしょー。はい。というわけで、もういよいよね、ちょっとゲストがもう、ゲストがちょっと血迷ってきてるんで、ってるんすか。
あのね、はい、なんかいろいろやってくれてるんでね、ちょっとまあちょっと今回もゲスト行きますか。行っちゃいます。え、行かなくてもいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。残りの最後5分ぐらいでも。最後5分ぐらい。もうね、もうね、こうもうやり飽きてるんでね、こう向こうの先でちょっとね、早く出してあげましょう。というわけで、はい、今回のゲストはデデンと。金見浩一さんでーす。よー。いません。どうもよろしくお願いします。ずっと遊んでて、もう塩見さん笑わせようと思って、ずっとこうやって遊んでた。小ネタ、小ネタで。そうそう。でもあんま笑ってなくて。いや、キリンとウサギがおるわけ。はい、キリンと、これね、手のつぼ押すやつなんですよ。あ、そんなちっちゃかったんや。はい、これは人近づけてこうやって遊んでます。かわいいね。そんなちっちゃかったんやな。これいいんですよ、はい、パトとかも見てて。いや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 、改めて皆さんにご紹介させていただきたいと思いますが、大阪フィルハーモニー交響楽団チューバ奏者の川波先生でございます。拍手ありがとうございます。呼んでいただいて嬉しいです。ありがとうございます。先生先生ではないですよ。先生、ジュンさんって、ジュンさん寝てる？いやいやいや、布団じゃねえわ。なえ、だって寝てるでしょ。それ布団じゃねえわ。これどう見ても布じゃん。いや、こうやってそうそうそう、片手間に片手間に入ってるでしょ。片手間に入ってねえわ。いや、でもあえて嬉しいですよ。嬉しい。後ろの布がね、後ろの布が飛んでやってるみたいな。飛んで寝っ転がって片手間に入ってないわ。で、先生もう酔っ払ってません？じゃあこれね、大丈夫、サイダーだから。さっき帰ってきて、本番で。なるほど。うん、そう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、なんかちょうど飲み始めてちょっと経ってて。ああ、そういう時間だよね。やばいな。やっぱりもうね。我々いつもお姉さん2人はね、いつもシラフなので。僕もまだシラフです。はい。大丈夫。もう最後の方までシラフでしょ。多分ね、あんまり変わらないので。そうだよね。変わらなくても。うん、そうね。ね。いや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 。今日はね、はい、何かネタがあるわけじゃないんですよ。ないゲスト呼んどいて、なんかネタがあるわけじゃないんですよ。だって、ぶっちゃけ60回のゲストを誰にしましょうって話してた人と全然違う人ですよ、この人だって。誰呼ぼう最初ですよ。先生、誰呼ぼうとしたんですか。誰呼ぼうとしたの最初だから。もうちょっとね、指揮者の方とか。あそういう、そっち系の方ね。そっちの方が、中身のような話ができる。ちょっと、キャスティングしようかっていう話だったんだけど。断られた。いやいや、もう俺、送られてきたのがもう、この方ですと、川波浩一って書いてある、サムネがもう、決定した状態で送られてきてた。いや、なんか、誘われた時に飲み会でもするつもりなのかなと思ってる。まあまあ、そんな感じで。なんか配信だっつうから。これ普通に飲み会でしょ、これ。僕飲んでますけど、申し訳ないです、ね。ただの飲み会。ただの飲み会、ね。ジョーさん、何食べてんの？え？ジョーさん、枝豆食べてんの？枝豆ですけど。枝豆食べてんの？でも僕ね、準備万端っすよ。何？ほら。頑張ったっけ？めちゃうまい。唐揚げくんうまいよね。うまい。で、今日帰りに駅着いて、近くのローソンがあるんですけど、なんかちょっと、うん、お腹すいたから買って帰ろうと思って。で、これと、これ。あっ完全に。体にいいでしょ。そうそう、なんか食物繊維も多いし、カロリーね、これ1個食べても、
58キロカロリー。こうちゃんがカロリーと気にする。カルサメサラ。カルサメサラ。いいね。すごいな。健康気遣ってるね。ピーガラスでも痩せないですね。やっぱ酒かな。なんだろう。なんやろな。もうそれがベスト体重なんだよ。いやでもこれベストこれ。でも今何キロあんの？僕ね昨日測ったら 79.1 でした。ああ。そんなだから。前世紀が90半ばまで行ったんで。マジ？本当本当あのね。月の半分旅の時があって、もうめちゃくちゃしてたら95くらいまで行ったことある。月の半分あの旅があって、はい、95まで行くんやから、あの一月まるまる行ってたら120キロぐらいまで行ってるかもしれない。でもなんか最後の方95くらい結構行ってて、100に1回タッチしようと思って頑張ったのにそれ以上増えなかった、ね、あ、行かなかったんだ。そう、才能がなかった。言うよね、100超えるのは才能がいるって。ちゃんと締めのラーメン食べてたのに。だってあのこうちゃんの近くにいるホルンの人とかもうまだそうね、才能の塊でしょ。ホルンもめちゃくちゃうめえし。すごいね、才能の塊だよね。才能の塊やね。武蔵さんで思い出したんですけど、うん、あの最近大阪クラシックっていうイベントを今日までやってたんですけど、あの大阪で、であの YouTube であの、はい、あの動画配信をしてるんですよ。で、うん、あのね、チューバとね、ホルンとね、ピアノの3人でね、プロコフィエフのロミオとジュリエットを収録して、で今出てるので、もしよかったら。そう、俺あそれアーカイブ見たいと思ってね。いやもうあれえぐかったっすね。アレンジしてもらったの？いやアレンジがね、あのブラウンさんっていうアメリカの方がやってたんだけど、それをなんかそれをやってなんか やらせてもらってて、でね、福川さんと杉田さんが監修してる。ああ、うん、面白かったっすよ、うん、すごいな、きつそうやね。でもね、使ったっす。で、なんか何をしてもやったか、なんかあの合わせしてて、うん、払ってたんですけど、やっぱサウンド感が俯瞰だと嫌で、うん、低感でやった。うん。結構上まで出てくる。上まで、あのハイゲーまで出てくる。あうん。いや、なんか楽しかったあれ。ああ。これが普通じゃないので。うん。どうか。音楽を絶対するやるしかないので。ライブか、うんうん、でも楽しかった。要チェックですね。ん？要チェックですね。チェックした方がいいですね。いやそれはね、アーカイブってずっと残ってるんかな。ね、いつまでなんだろう。なんかしばらくは確か見れるはずです。うんうんうん、はい、そうか。いやでもぜひね、それみんな見ていただきたいですね。大阪クラシックで検索したら出てくるのかな。なんか飲み会の感じでちょっと宣伝みたいになっちゃいましたけど。いや全然もうもうガンガン宣伝で使ってよ。いやいやもうあんまないですね。いやいやいや、ほんまにね、特に本当にネタがあるわけじゃないから、あの最近あったおもろい話とかね、なんかそういうの、最近あったおもろい話ね、はいはい、うん、なんかお二人はないんですか？最近あったおもろい話ね、最近ぎっくり腰になってね。ぎっくり腰。そう、ぎっくり腰。あ、もう治ったんやけど、8月の末ぐらいからぎっくり腰が2週間ぐらい続いた。もうきつかったね。きついらしいですね。いいよ、ぎっくり腰は。うん、ジオさんもなったことある？あ、全然ある。ある。ある。俺、ぎっくり腰はないんだけど、うん、ぎっくり背中って知ってます？あれ？背中。あれ？ぎっくり背中。どっかで聞いた。なんか嫌な予感するんだけど、あれ？嫌な予感。いや、別にその変な話じゃないですよ。知らない。なんか、朝起きてなんかすっげえ背中痛くて、こう上げたらめちゃくちゃ、なんか右手上げたらすごい痛かった。背中が。うん、
で、ね、寝つかえてる時ってこうしたら痛いじゃないですか。うん、痛くないですよ。ある一定の動きするときにめちゃくちゃ痛くて、もうすごいしんどくって、もう息満タン吸おうとしてみたいっていう。で、調べたら、びっくりせなかったって言って、なんか、びっくりせなかったって何みたいな。何それみたいな。あのな。はい。俺と MJ 教官がなんでこんなにぎっくり背中に突っ込んでくるかっていうとね、はい、我々3人の共通の友人でもある某 G2 先生がですねはいはい、はい、某 G2 先生がね、はいはい、我々の演奏会にちょっと前に出てこう小ネタを押し込んでこいと。でお客様に向けてはい、人笑い起こして場を温めておいてから僕らが出ていきますと。なるほどなるほど。いう話で G2 先生にその前工場を話してもらったんですよ。はいはいはい。でその時にねぎっくり背中のネタが出てて。これ G2 と一緒なんですか。同じ。同じ。同じ。この話違うわ。今度 G2 先生呼んでぎっくり背中のネタやってもらいましょう。ここで言っちゃいけないこともいっぱいあるので。いっぱいいっぱい。そのくだりになるのかと思ってた。いやいや、知らなかった。もう、たまたま同じ心がなる。いやー、もう皆さんね、本当すいません。皆さんのことを置いてけぼりにした状態で、今、どんどん進んでいっておりますが、こんな感じでね、今日も、和気あいあいと進めていきたいと思っておりますんで、もしも何か皆さん、せっかくなんでね、ゲストの川波先生に何か聞いてみたいことがあったりしたら、どんどん書き込んでいってくださいね。時間がある限り読み上げていって、皆さんのご質問に答えていただく、唐揚げくんのね、それはスタンダードの味。そうなんですよ。僕、レッドが好きなんですけど。あー、レッドいいね。レッドなかった。なかった。1個増量するかは知らないけど、これが2個しか残ってなかった。なるほど。レギュラーね。MJ 教官もなんか今、焼き鳥食ってません？鳥皮。もう枝豆といい。これ、今からウーバーイーツしてくれます、僕に。全部終わった。明日の朝にもつかない。あ、そうだね。あさってぐらい。いやー、会いたいな。そうね、実際に会ってみんなでね、なんか和気あいあいと飲み会してやりたいよね。そうですね、本当に。いや、ちょコメントたくさんいただいてるので、ざーっと読んでいきますね。はい、タマさん、60回おめでとうございます。ありがとうございます。セバ先輩、MJ 教官、なんか通販やってました。やってましたね。クロスね、はいはい、クロスのね、はい、何それ後でまた動画の説明も含めて、もちだろさんパチパチパチで、よしちばさん、はい、ありがとうございます。トルコからこんばんは。師範大、教官かなみさん、60回目おめでとうございます。すばらごい、ありがとうございますね。いつもすいません、森ちゃん盛り上げていただいて、ひやしちばさんパチパチパチ、セバ先輩パチパチパチ、森さんご無沙汰してます。森さん、わかる川波先生。森下さんって、バイオリンじゃないですよね。あ、違う。生徒です。あ、わかります。わかります。はい。はい、ティーンリ、ね、ティーンリの、はい。心ね。わかります。はい。いや、篠口さんが森下さんって言ったら、大興味とかなんだけど、一緒に。そう。コンマスの森下さんだ。浩二さんじゃなくて。大野かもしれない、パチパチパチ、ヨカチューバさん、パチパチパチ、タマさん、パチパチパチ、コージ山内さん、パチパチパチ、山本幸一郎さん、パチパチパチ、ハマチャンネルさん、パチパチパチ、カオちゃん、来たー、フリーザだーっあちょっとそれやってもらおうよ、せっかくやから。フリーザさん。サイヤ人は嫌いだよ。今ね、朝、ちょっと見ようか。アイドル私の戦闘力は53万です。飲み会やん。久しぶりに聞いた。あれ魔人ブーさん。
お前食べちゃうぞ。あれ、竹貞先生、竹貞先生、え、竹貞先生、金貞先生ですか、先生、竹貞先生え、見てない、大丈夫。金貞先生家に帰ってな、あの家に電気がついてる、まあ、いやもう嫌やな。それあのよう喋るスイッチ入ってる時やわ。はい、ですよね。あの飲み行った時です。そうそうそう。毎回この話の、あの家に電気ついてない話は毎回しはる。それ好きだな。これどうしたのツボだよね。それ。フリーザね。フリーザの話から来たね。かおちゃん、ナイスですね。ナイストスですね。はい、メイタロさん、パチパチパチ、ありがとうございます。あ、古瀬マキオちゃん来ましたよ。パチパチパチ、こんばんは。マキオちゃん。同級生です。そう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 。はい。うん。あの、仲良くしていただいててね。もう大好き。ね、メイトラさん、布団、布団、布団じゃないですけどね、これね。エムタさん、はい。布団じゃないよ、寝てるでしょ、本当は。寝てない、寝てない。寝てない。あの、体育館にある、あの、でんぐり返しするマットみたいな感じね。何も機械体操してないです、大丈夫です。座ってます。そのうち、あの、iPhone がそこの顔に落下するかもしれない。ズドンやってね。嘘。絶対寝てたでしょって言われる。それようあるわ。こう行けばいい。ムタさん、いじられてる教官珍しいですね。そう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 。教官がいじられるのはね、なかなかないことなんでね。年下です。あの、皆さんね、先に言っときますけど、この人僕より下ですからね。ニコさん。後輩です。僕より後輩ですからって、皆さん。あの、年齢の感覚がね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど。あの、見た目めちゃくちゃ老けて見られるので。この人、僕より後輩ですからね。ね、そうなんですね。そう、でも、ほんまに、あの、こことここは、あの、絵と一緒ですからね。ああ、絵とは一緒かも。そう、そう、そう。早生まれだから。そう。あー、なるほど。うん、と一緒ね。あのネズミ会やとだもんね。ネズミ会いつもやってますよね。ね、秘密結社ネズミの会みたいな。ネズミの会。はい、そうそう。ネズミとして。なんですよ、だから。またやりたいな。やりたいですね。もうコロナでやりましょう。ね、そうそう、あくんもほんまにね、やりたいよね。そう、焼肉行ったよね。やっぱあれですか、近くても合わないですか。あ、なかなか会うことないよね。うん、仕事のだって面でやるとぐらいですよね。やっぱり、うん、中場同士って一番合わないですよね。まあ確かに合わへんね。でなんかそれこそ、うん、関西だったら年に1回あの中場付近の忘年会っていうのが毎年やってるのも去年なかったし。ないしね今ね。もう会えないですよね、なかなか。やっぱり、うん、あと、我々、ほら、文科生で集まってみんなで合宿をね、毎年、夏にしてた、うん、夏合宿なくなってるから、本当、会ってないよね。今年も合宿なかったですからね。なかったもんね。だから、厳しいよね。あれ、楽しみにしてるのに、毎年。楽しいよな。はい、めちゃくちゃ楽しいです、あれ。そう、生徒らと一緒になって、なんか、うわー言うて、夜中なんか、なんか相談会したりして。朝4時ぐらいまで起きてね。あかんやろ、それ。もうね、面白いですね。あの、言わないよ。そう、もう、それやばいから、もうこうなってしまうんでね。途中でこうですね。そう、途中でガッチャンって、はい、顔面から落ちてしまう。わかります。いやありがとうございます本当にね、大野かもしれない、はい、M田先生確かにね、教官がいじられてるのがね、真央ちゃんズパチパチありがとうございます。高橋さん足も飲んでますよ。あ、素晴らしい、ごくごく言ってください、ね、セバ先輩普通にチューバーミーのね、本当になんかもうそういう回ですよ今回は。
エムタさん、はい、伝説のカオス会になる予感。もうすでにね、すでに。岡中馬さん、オンライン飲み会配信。いや、そうです。もう今回ね、別にネタがあるわけじゃないんで、飲み会配信やと思っていただいて結構です。皆さんもだからね、あのプシュッと開けてやっちゃってくださいね。しんちゃんさん、ローソンの回しもんだ。そう、吉馬さん、ね、マックス100、マックス170キロから今112キロになりました。え、170もあったんすか？ 170 もあったの？そんなに？え？あのね、吉中馬さんってね、あの、はい、あれですよ、トルコのね、ビルケント交響楽団で中馬、あれ、ちゃう、最初に戻ってもらった。ミッドナイト、もう始まってる、始まってる。今、キョトンとしてるから。キョトンとしてるから出だしの出囃子が流れちゃった。出囃子が流れてしまった。ごめんごめん。そう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 、いや、そのね、トルコのビルケント交響楽団のチューバ奏者の方なんですよ、はいはい、確かに大きいんですけど、170ありましたか。すごいな。でもね、大きいっすよ。でもでっかいからね。ね、すごい。エムタさん、太るのにサインだよね。そうそう、身長高いとね、やっぱりね、体重もありますからね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、エムタさん、エムタさんって僕らが言ってる、チューバ吹きの丸太小屋さんもね、九州でチューバ吹いてらっしゃる。チューバ吹きの丸太小屋さん、九州の。丸太さんっていう方なんです。そうそうそう。そうだ、九州出身やからね。九州、はい、福岡なんです。うん、はい、そうなんですよ。そう、エムタさんね。あの9巻で吹いてらっしゃいます。うん、うん、九州感覚がそうだ。はいはい、ごめんなさい。そう、あそこで吹いてます。ああ、一度お会いしたいか。ねえ、ほんまに。飲み会たまにしてたので、うん、ここ2年ぐらいはできてない。うん、それこそ、またあの、ヒロキの古本さんも向こう出身だから、そうね。毎年結構飲んでたんですよ。なんか、むちゃむちゃなりそうやな、それ。最悪です。疲れそう。あのね、疲れそう。すごい、もうすごい。一度来てすごいと思うわ。もう大使と飲んだらさ、あのほら、あの時覚えてる？あの忘年会の時に、あの来た時でしょ。大使が来てて、めちゃくちゃですよ。で、そう、古本がね、あの関西の忘年会の時に、チューバの忘年会の時に、大阪にたまたま仕事で来てて、で。合流してくれて、でみんな一次会でみんな帰って、その次10人ぐらいかな、で二次会行って、もうその時ベロベロなって、ほんでお店から支払いしてお店から出てきて、じゃあみんな帰ろかって言って、いやみんなありがとうございましたって、で大使がガーって抱きついていって、吉野先生にガーって抱きついて、塩見さん大好きって、それ吉野先生やって、誰か分かってないから。もうあれむちゃむちゃやったね。いや、あんなドラムの久々見ましたけどね、もう。な、本当に。なんか、お前、焦点追ってなかったからね。そうそうそう。目がすごかった。この辺向いてました。やばい、ね、そう。そうそうそう、だからね。エムタさんが太るのに才能、じゃあ僕は天才だな。みんな、チューバ吹きはみんな天才ですよ。いや、僕、背じゃないので。そう、俺もそう。やっぱそれ背がからね、あれやけど。そうそうそう。エムタさんも大きいですからね。でかいからね。うん。そうなんですね。そうそう、山本浩一郎さん、一緒にやられてましたね。セバ先輩、大阪クラシックの配信見ましたよ。すばらごい。ほんまにすごかったです。おー、はい、見てみたい。ね、見たい、ね。ありがとうございます。ね、配信ね。マキオちゃん、絶対見ます。ね。ぜひぜひ。マキオちゃんもね、この間、あのね、あの、モノオペラって言っていいんかな？なんかその、一人でステージやって、一人でオペラやる。ピアノ伴奏の人と一人でオペラやるやつがあって、45分間ぐらいかな。いや、ここすごい、すごいよ。あれもぜひちょっと見てみていただきたいなと思いますね。あ、熊野正夫。そうそう、熊野正夫のチャンネルでやってた。こんばんはやで、こんばんはやで、ね。そう、宣伝しとかんとね。そう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 。ピロシ、絶対見ます。見た方がいいですよ。絶対見た方がいいですよ。ね。日高川ホルンキャンプさん、はい。10月いっぱいまで見れますよ。あ、ありがとうございます。あ、そう、10月いっぱいですか。あ、まだまだ。
まだまだ。ね、まだまだ見れますね。よしちゅうばさん、はい。最近あった楽しい話、春の猟犬でしょう。あ、そうそう、春の猟犬ね。あまあ、楽しかったですよね。そう、春の猟犬をね、実は我々、あの、チューバパートを吹いて、で、リモートで動画にしていただいてね。あ、そうなんだ。見ます。そうそう、そういうのがあってね。うん。楽しかったですね、それもね。感動的でしたね。感動的でしたね。そう。そう、ヨシチューバさんのところでね、見れるので、ぜひ皆さんまたね、見てみてくださいね。もち太郎さん、ぎっくり背中、わかります。結構、ぎっくり背中の人いるかもしれないよね。いや、きついっすよ、マジ。もう、息吸えないで。ああ、それきついね。だから息吸ってピキってなるのも痛いよね。痛いです。だからもう、うん、もう、おっくになるんですよ、吸うのが。お、来た、来たよ、来たよ。G2 先生。実は先生、たまたま YouTube つけたら僕の話題でびっくりしました。あいつね、持ってるんすよ。あいつは持ってるんすよ。持ってんなぁ。すごいよな。持ってんだろう。たまたまつけたら自分の話題されてるって。ね、愛されとんな。愛されてるね。嫌いな、いやいや、大岡中馬さん、背中の筋肉痛めた時もぎっくり腰に似た感じになりました。これもきつかった。まあそうですよね、背中やっぱりぎっくり背中あるんですね。思うのかもしれない。本人、ご本人登場されましたね、実先生ね。森さん、はい、ぎっくり腰も背中も変わら、分からないです。まだ若いからでしょね。あ、八木沢先生、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。今日は思うように仕事が進まず、先生方のお話を聞いて勉強させていただきます。何をおっしゃいますやら、何の勉強にもならない。いやいやいや、すいません、申し訳ないです。ありがとうございます。申し訳ないです。ごめんなさい。あの、工作活動の邪魔にしかならない。そう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 。変なイメージ、変な、なんか悪いイメージを植え付けてしまうかもしれません。ねえ、いやいや、どうも、本当、お付き合いください。ありがとうございます。もうね。しんちゃんさん、はい、いやいや、どんどん進めてください、こっちは勝手に笑ってますので置き去りにっていう話ですね。しんちゃんさん、はい、お、八木沢先生、ね、お、橋の口、先生方の笑顔を久々に見れて仕事、疲れ吹っ飛びました。お、頑張ってるね、橋の口。あの師範大の生徒の、はい、ななみちゃんですよ、ね、橋の口さんってまだ、あ、そうそう、あの橋の口、学生ですか、まだ。いや、もう卒業したよ。あ、もう卒業してるんですか。卒業して今あの某、服部緑地のオーケストラでアルバイトみたいなことをしてます。そうそうそう。あ、え、そうなんですか。そうそうそう、事務方のバイトで入ってると思う。そうそうそう、ね、橋の口テレビにつなげて大画面で見てます。こんな画面割れるで。モザイク。モザイク。もし太郎さん、笑ってますね、笑ってますね。岡中馬さん、似てるーって。ああ、これ、フリーザの下りの時ですね。あ、だいぶ前やな、これ。フリーザ似てるよなぁ。海星君、フリーザさん、めっちゃ似てます。ヒロシ、めちゃくちゃ笑わせてもらってます。これね、あの、フリーザのところ、また、ぜひアーカイブをね、巻き戻して、また後で見てみてくださいね。結構似てるから。よかったです。似てる。毎回飲み会のたびにみんなにやらされるよね。ね、いつもやってますよね。そうそう。かおちゃんさん、フリーザ最高。おのかもしれない、爆笑。持田さん、中馬界の伝統芸。意外と魔人ブーが評判良くないかもしれない。でも魔人ブーも似てると思うよ。ないですよね。すげえよかったですけど。似てる、似てる。クオリティ高い。よかったです。クオリティ高い。よかったです。これあの、セバ先輩のクラスでやるとめっちゃ評判いいんですよ。披露する場所が場所がね、最近空いてないですよ、スナックが。まあまあそうか。スナックで飲みと歌だからもう全部だもん。あ、そっかそっか。はい、あ、そうね、カラオケもあかんもんな。ね、セバ先輩、普通にオンラインミーノやんって。そう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 、オンラインミーノですよ。ね、エムタ先輩、それ言ったら、教官、僕より年下でしょ。そう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 。みんなね、年上をいじってね、なんぼですからね。セバ先輩、合宿 T 先生の恋愛相談。そう、ありましたよね。合宿
そう、それがあるから我々も生徒から相談を受けるんですよ。夜な夜なね。ね、まあまあ青春1ページですよね。うん、ね、初心者チューバー、ひとでさん、今日は神回ですね。ありがとうございます。ね、もうほんまに盛り上がってくださいね、皆さんもね。ハマチャンネルさん、とても面白いです。女子チューバーさん、360度どこから見ても同じ体型でしたな。なるほど。そう、360度どこから見ても同じ体型ですごい。これ丸ってことですかね。それこそ魔人ブーや。ほらほら、なくなったなくなった健康飲料。いやこれね、どうして取るんだよ。糖質気にしてる場合じゃない。すごいな。僕最初飲んだやつも、あの始まる前に飲んでたんですけど、これ糖質 70% ですから。おお気にしてるね、はい、いやでもね、気にしてるね。痩せないっす。痩せないね。まあね、マキオちゃん、はい、突然流れる、で出囃子、そう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 、さっきね、突然、これね、ずっとあの再生してるだけやから、最後まで行ってもたら、オープニングに戻るんすよね。あ、そうなんすか。そう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 。そうなんすか。こっちでね、携帯でね、今、ずっと再生しながら。ああ、すごいすごい。そう。あ、ミュージック、それなんすか。そう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 、携帯で鳴らしてるんですよ。すごい。そうなんですよね。そう、よしちばさん、はい、お友達からよろしくお願いします。気に入ったら恋人に、それは可能性低いかな。危ない危ない、やばいやばいやばい。やばいっす。おっ、絡みだよ。ね。いったよ。おちゃん。来ましたよ。ね、高橋さん、痩せて済むならその方がいいっす。そうですね。うん、まあ、痩せれるものならね、痩せてみたいですよね。お、小寺かな、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。小寺さん、塩見さん、昨日に続いて YouTube 来ました。ありがとうございます。もう本当にね、今度ね、師範代とね、小寺かなで、来月の末に、10月31日に、デュオでコンサートをちょっとやるんですよ。すごい。そうなんです。またぜひね、皆さん。京都やな。京都と奈良の県境ぐらいにね、大仏キッチャっていうね、大仏キッチャ、大仏キッチャっていうね、カフェがあるんですよ。あ、でそこにアップライトのピアノが置いてあって、でそこでコンサートとかもできる。でね、そこがね、元楽器屋に勤めてらっしゃった方が、我々よく知ってる方がそこのカフェをオープンした。あ、そうなんです、オープンしたんですね。神戸のね、あの東灘にある某あの運動場っていう名前の楽器屋さんで働いてらっしゃったエフルヤさんっていう人ね。わかる。何ですか。ここに入ってた。おしゃれな感じ。めっちゃ好き。エフルヤさんっていう方がね、神戸のグランド楽器でね、働いてらっしゃったんですけど、その人がグランド楽器終わってというか辞めて、その後印刷業者をずっとやってたんです。で、市販代の CD。は全部古谷さん、あ、1枚目だけ和光レコードがやってくれたんですけど、うん、2枚目から先は全部古谷さんがデザインしてくれて、すり物全部作ってくれてる。そうそう、その古谷さんが印刷業もやりつつ、やりつつなんですね、やりつつカフェをオープンして。面白そう。そうそう、そこでやるんですよ。で、またライブ配信も重ねてやるので、ぜひ予定空いてたら行きます。ぜひぜひぜひ、ほんまに。曲目って結構あります？いや、そ、あのね、2人でそれぞれ2曲ずつソロやって、はい、で2人でデュオの曲、ピアノ伴奏と一緒にやってみた、うん、それこそバーバラ・ヨークの「エブリデイ・アン・アレルヤ」のオリジナルバージョン、ユーホとチューバの、あー、それをやろうか。いや、あの11月に僕もユーホと、あとカオちゃんさんと、うん、やるんすけど、天童寺さんって小寺さん同級生なんですよ。天童寺さん UFO でしょ。そう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 、天童寺さんと11月にかおちゃんさんとやるんです。それ曲教えてください。なんかいいのあった。曲決まってへんのかい。全然決まってへん。そっくりそのまま真似するんちゃうやろな。ネタないっすもん。
そうだから、あのね、本当チューバと UFO のデュオとか曲があんまないんですよね。そう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 、うんうんうん、だからあのほら、ほかぞのさんと新平がやってるワヘリとかの楽譜が結構シリーズで出てたりするから、あの辺結構使えそうな譜面が多くって、ワヘリ完成ってことも聞いてましたね。そのこうちゃんやったそのプロコのロメジュリはやっぱ言うほどときつい、そのホルンのバンドは。ああでも相当高い、いけるのかな、もしかしたらいけるのかもしれない。でもやっぱホルンの良いから。そうだよね、うん、あやっぱ肌から聞いてるのすげえなと思ったから。それってその首抜粋で抜粋で6曲あって、序曲があって、ジュリエットの若いジュリエットがあって、で、今言うならバンタタンタタンタの、はいはい、があって、もう一回聞けと曲入れて感想曲みたいなやつがやってるのがあって、で、5曲目がタイプの楽しい、6曲目が最後が一番いいとこ、あの、ああ6曲目が、あらあらあら、もうすごい綺麗な、一番僕の好きなメロディーの、あれいいよね、綺麗な、あれめっちゃ綺麗っすね、あれ美しい、もうあれもう聞きながら泣くこと、あれチューバパートいいんだよね、いい、伸ばすのがいいんだよあれね、そうだからプロコがやっぱ好きだから、やっぱね決断でやっぱね安いんだよ、ね、だからやっぱあの音は一貫だとちょっと弱い、うん、なるほどな、あれ大好きな、そう写真だけ見たけど、あニルシュルで吹いてた、あれあの初話でニルシュルでやりました、あのちっちゃい楽器今貸してて、あなるほど、そうか、いやでも楽しかったですよ、はい、うん、ぜひやってください、いいね、うん、やってみたい、はい、うん、なあ、なるほどね。いやいや、ありがとうございます。そうだそうだそう。M田さん、はい。川波先生、福岡出身と存じ上げておりました。機会がありましたら、ぜひお会いしたいです、ね。お願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。M田さんね、あの、師範代と同い年です。あ、じゃあ、一回り上ですね。はい、そう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 。ぜひね、九州での際はね。ぜひぜひぜひ。ね、よろしくお願いしますね。こちらから、笑いみたいな感じ。良平黒中さん、あ黒中さん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。え、こんなの見る？こんなのって。こんなの見る？ぜひ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 お付き合いください。しんちゃんさん、はい、泥酔の古本さん見たかったで、もうね、あの耐えられないと思いますよ、皆さん。耐えられないと思いますよ。黒永さん、はい、飲みながら楽しませていただいてます、ありがとうございます、ぜひぜひプシュッといっちゃってください、これ、ね、マキオちゃん、ナミ君プーランク見てね、そう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 、プーランクのね、あの、うん、一人物を見る見る見る、うん、ぜひぜひ見てくださいね、ご飯もりもり3回見ました、おお、3回も見た、すごいね、しんちゃんさん、はい、川波さんの酒のペース上がってきたと思ったら教官の食うスピードも上がってきた。ちょっと氷入れてきていいですか、どうぞどうぞ。もう普通の飲み会やから全然大丈夫ね。山下翔さん、川波先生お久しぶりです、お、これ川波先生の生徒さんですかね、ちょっとあの氷入れて帰ってきたらぜひ見てみてください、あの、よし、チューバさん。ということは、ポロリもバイキンマンもそっくり。ポロリ、あ、そっか、声が一緒やもんね。ポロリ、そうか、ポロリや。はい、ポロリそうや。ポロリ知ってるか、川波、ポロリ、あ、ポロリってあの、ニコニコくんですか、ジャジャマル、ピッコロ、ポロリ。思いっきり、あれ、声一緒でしょ。ポロリが何ですか、ポロリとフリーザー同じ声、あ、そうだ、そうそうそう、フリーザーンとか言わせて
そんなセリフあったっけ。ピーマン大嫌いなんですよ、ポロリ。あ、そうだっけ。そうなんで、なんか、ピーマン見るだけでひっくり返るんだ。子供の番組だったらよくないよね。よくないよね。あれ、あれでなんかピーマンで嫌悪感あったじゃないですか。そうだよね。そう確かに。よくないよね。よくない。Eテレのせいにしたらあかんね。教育テレビのせいにしたらあかんね。デザイナーさん、ね。そうか、バイキンマンもそうか。バイキンマンはでも声潰してますから難しいですよね。ああそうやね、ダミ声みたいになってるもんね。そう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 、あれすごいね。ハヒフヘホってあれ、あれあのアドリブらしいですよ最初。で和田アキ子的な感じなんかな、ほんなら。わかるんですけど、なんか何回目か飛ばさ、こうアンパンチで飛ばされるときに、なんかアドリブでハヒフヘホって言ったらしいです。すごいな、アドリブで言ったんや。そう、天才やもん。ルスリンね、今定着してますよね。うん、ああ定着してるよね。すごいなと思いました。そういう降ってくる瞬間があるんやな。ねえ、アドリブしてみましょうみんなで。やばいねそれ。指揮者に止められてこう、他からじーって見られておしまい。30年後に定番になるよな。やり続けなあかん。そうそうそう。やり続けることが大事。やり続けない。危ないなそれ。はるさんこんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。森さん、はい、さすが浴びるほど飲まれてますね。まだでも可愛い方でしょ今日。はいはいってね。そうそうそう。あ、小寺かなさん、はい、鴨です。そう、京都ですね。京都の一番南の方です。さっきの大仏キッチャーのことね。そう、鴨、JR 鴨駅、JR 鴨駅の目の前なんです、うん、あの鴨駅とかありますよね、奈良線で。そう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 。だからあそこがね、あの大仏汽車っていう、その大仏を見に行くというか、その奈良を走る汽車が通ってて、それが大仏汽車って言われてた。汽車ってのもそのまま汽車なんですね。そう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 。で、それにお茶っていう字をつけて大仏喫茶にしてる。うまい。ほんで、あの紅茶がね、あのそのあたりで作られた紅茶なんですよ。へえ、美味しい。奈良で作ってるんですね。そうそうそう。味が数種類あって。何人くらい入る？あのね、マックスで入っても20人ぐらいと思うんですよ。で、まあ20人パツパツに入れたら、あの演奏するスペースとかあんまないかもしれないから、多分十何人とかで止めちゃうと思うけど。行きたくてもなんかすぐもう売り切れたそうっす。大丈夫と思う。大丈夫と思う。どうですか？あのすごい、あの人里離れたところやから。山の方ってことですよね。そう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 、うん、結構奥やね。ですよね。あの車で行くのも結構一苦労やし、電車で行くのも一苦労。だからみんな配信でぜひ。配信見ます。あ、でも行けたら行きます。うん、ぜひぜひ。10月31日でございます。10月31日。はい、よろしくお願いします。ね、お、二藤君、師範代教官こんばんは。奈美ちゃん、ご無沙汰です。元気そうっすね。何してんの、二藤。同じぐらいか、二藤君。下です。同じ。川波の一個下かな。でもなんかね、うん、もう友達なんで、もう。みんな同じのもんやな。ねえ。そうそうそう。かおちゃんさん、BGM の音量が爆上がりですね。そうそうそう。ちょっと最初に戻っちゃった。黒永さん、見てますよ。皆様大変お世話になっております。こちらこそ、またよろしくお願いします。ね、見る？これ見る？すごいよね。我々もついに、桶関係の方々に見ていただける。ダメだな。ほんで明日また事務局とかで話題になってるね。昨日さあつって、まあ、もっと細々とやんなきゃダメですよ。これやばいな。細々とやばいね。ねえ、お、実先生、曲決まってないんかいって川波先生おっしゃられてましたが、リサイタル直前に僕に楽譜送ってくれとメール送ってこられた話は内緒にしておきます。あの2日前ぐらいリサイタル、いつのリサイタル？
何年か前に雇われでなんかどっかでやったやつの時に譜面がないのに気づいたのが3日前で。ドライヤードライなっとんねんそれ。いや、それちょっとやばいやばい、覚えてない覚えてないと思って達人から何とかなるかなと思って頼んだら3日前まで3日前までさろってなかったっていうことやね、それ。あの、覚えてるフレーズはさらってなんですけど一番いいところがさらってたんですけど、あの全体の流れが全く分かってなくてね、はい、どないやねそれ。すごいな。いや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 、まあね、あんま辻にアイスをおごらないとダメだ。そうそう、辻にちゃんとアイスをおごってあげてください。辻にちゃんとアイスをおごらなきゃダメ。あのビールはたまにおごってるんで、はい。ね、辻君太りたいって言ってたから。浜口正俊さん、川波先生、実は僕も見てます、こんばんは。生徒さん、はい。先生が飲んでらっしゃる姿をぜひとくとご覧あれ。あの子供は早く寝なさいっていう。ね、黒中さん、はい、ちなみに私 UFO です。そうですよね。え、そうなの。うん、なんかそんな話ちらっと聞いたことがあって、うん、そうなんですか。そうか、私、黒永さんはお手洗いどうぞ。え、黒永さん関西ですか。いや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 、黒永さんって、どこ卒でしたっけ。またあのぜひあのここに書き込んでみてください。ちょっとあれ音楽書き込みが出るまでの間にちょっと他のコメント読み上げておきますんで、黒永さんあの出身をぜひ教えてください。フランスパリでしょ。クルヌーンみたいな。ダメです。いじったらダメです。あかん。あの、いじったらあかんっす。いじったらあかん。あの、普通に。あかんわ。あかん。そう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 。ね、もう本当に。マキオちゃん、ジャジャマルピッコロポロリ。そう。懐かしいね。日高川ホルンキャンプさん。はい。川波先生、人のケースに、廃棄シール貼るのやめてね。そんなことしてた。あとまた戻ってきたらもう一回読んであげましょう。はるさん、お酒持ちながらパソコンで聞いております。ありがとうございます。もうガンガングビグビいってくださいね。あ、戻ってきた。あの今出たもんだ、これ。かわいい。日高川ホルンキャンプさんが、川波先生、人のケースに廃棄シール貼るのやめてねって。今日ですよ。あのね、ちょっと待ってください。どこ行くね。氷取りに行くんか。いや、氷じゃないですか。僕ってよくいたずらするんですよ、人に。うん、で、なんか最近手にいたあのシールがあって。はい。これを人の楽器ケースに貼りまくるっていういたずらを今日してて、あの楽屋で出番がほらアンコールしかないので、まあだからみんながあのゲネプロやってあたりにシールを貼りまくる。あのこんな町内部とかペンションにすみません。本当ね、いたずらが過ぎる時があるんでね。ある。なんかめっちゃいたずらしましたよね。いや、あのさ、いたずら最たるやつはさ、あの某大久保でさ、あっ、それ言っちゃダメだよ。宮道純の名前が有名になった。あかん。表に出されへんネタ。これ、あかん、これ。言っちゃダメです。これ。ジュンさんは悪くないですよ。俺が悪いです。
悪いのは僕です、川波光一さんです。はい、それだってね、すぐ言いましたもんね。だからもうこれ、あの聞いてる人全然わけ分からへんから、我々しか、そう、我々しか分からないね、あれやばいね、やばいね、未だに面白いあれね。いや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 、そう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 ね。おまさし北畑来ましたよ。皆さんご無沙汰しております。出たね、まさし。元気かいな、まさし。まさし北畑、いや元気ですよ、あいつは。まあ元気やな、うん、大好き。しばらく会えてないわ僕、先月一緒に遊ぶのしてるので。ああ、チラシ見た、はい、チラシ見た。プレコンサートで2人でデュエットしますよ、ちょっとだけ。うんうんうん、5分って言ってたのに 10分ぐらいあって、ちょっと怒られましたけど。本番始められないっていう。そうそうそう、本番。もう全然分かってない。本番10分押しでーすとかじゃなくて。まさし。まさし北畑。皆さん、大阪シオンウィンドオーケストラの中馬奏者の。まさし北畑先生です。まさし。まさし。さし。ね。そうそうそう。嬉しいな、なんか。いいね。なんかこうやってチャット欄とこうやって会話がちゃんと成り立って弾むのって面白いよね。面白い。もう皆さんガンガンね、書き込んでくださいね。ね、小寺かなさん、はい。お三方の姿にめっちゃ癒されます。川波君と宮西君にも会いたい。残りの家事やりつつ聞きます。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。偉いな。ママしてるよね。偉い。おい。偉い。本当ね。そう、黒永さん、来ました、黒永さん。はい。北九州のお隣の山口県下関市の出身ですと。あ、そうなんですか。あのね、下関で一回一緒にスナック行ってます。マジで。スナック好きやな。はいはい、スナック大好きなんです。もうここ2年ぐらい取り上げられてるんですけど。だって歌うの好きで酒飲むの好きやったらもう2つできるのってスナックじゃないですか。え？そうやな。おっさんですよね。この年にして。やばいよ。黒永さん若いっしょ全然。黒野さん、いくつぐらい？結構した。え、何歳？なんか、日頃あんな格好してるから、なんか、ちょっと上目に見えるけど、結構若そうでしょ。うん、ね、うん。うん。いやいや、本当にね。いや、もう素晴らしいっすよ。ものすごい仕事できる。すごい。めっちゃ仕事できる。ね、うん。本当に。ねえ。そう、あんなの絶対できないっすよ。いやーすごいっすよ。ねえ、ね、有効だったんだ、知らなかった、うん、ねえ、そうか。下関なんだね。黒永さん、いじってください、めっちゃ楽しんでます。ありがとうございます、ねえ、ヒロシ、はい、ガッティブラス感動しました。おお、聞きに行ってたんや。おっ、よかったっす。これ大阪芸大の1回生です。ああ、よかったです。はい、ヒロシね、黒中さん、行った。あれですね。スナックの話ですね。あ、そう、行った。すごいな。なんなん、この回。もう、やば。スナック行った。ね。ねえ、ねえ、ね、小寺かなさん、はい。まさし北畑くん、和歌山で会えなくてすみませんでした。おお、なるほどね。そうそうそう。なんか近いところにいるのになかなか会われへんもんね、みんな。そうですね。ねえ。それがちょっとね、残念よね。かおちゃんさん、はい。改めてすごい3人ですね。ザ・チューバー、濃い。そうそう。画面が濃い。ま、見た目が濃い。見た目が濃い。いや、こっちにしといた方がいいかもしれない。っていうかね、もう、こいつ図鑑なんすよ。あ、ほんまや。気がついたらこいつ図鑑やん。こいつ図鑑やってるんすよ。もうね、これ延々と続きますよ、きっと。
そう。あ、黒中さん、うさぎ年です。おお。うさぎっていうことは？ねえ、牛とらう。うまうがうさぎ年でしたっけ？ねえ、牛とらうがうさぎ年ですよね。うまひつにさるかぎりのようなんで。そうか。じゃあ、4つ下だ。4つ下。あ、はい。5個下ネズミ年なんで、と秘密結社ネズミなんで。そう、ね。若いな。若い。じゃあ、ねえ、まだ30代前半。若い。そうっすね。30になってない。え、なったところ。なってる、なってる。なってるよね。30。ね。うん、若いな。塩見さんって30代ってやっぱ早かったっすか？30代は早かったよ。あっちゅうまでしたよ。ジュンさんどうですか、体感として30代。意外と、なんかそれなりに長いけど。なんか、宮西教官やね。20代の時より。今、MJ 教官何歳？ 38 です。あ、8か。はい。まだ2年猶予があるわけですね。あ、でもまあ、9になりますけど。うん。そうです、そうです。まあ、もう、時期に行きますよ。38か。時期に行きますよ。時期に行きますよ。F10A。F10A ね。え、早い？こうちゃん。ん？早い？何が？ 30 代。昔より早いと思う。20代より。ああ。なんか早い気がする。まあそうだよ。ちょっとだけ。そうだよね。うん、早いと思うな。だって会ったの25、6か。じゃあ俺が、うん、俺がそうだね。そうあの時初めて会ったね。もうそれが30代終わろうとしてる。あっちなんですよ、もう本当ね。そうなんだよ。早い。だから俺が学生の時に、塩見さんの演奏を聴いた時は30代ちょいだったから、塩見さんが。そんな頃もあったのね。はい。僕学生の時は。意外と僕が聴いてたんで。ああ。うん。あざす。ね。いやー、まあ10年後もやりましょう。いや、ほんとね、まあ、できる限りね、継続。でも、なんかこういう定例会的になんかこの3人でなんか、こういう、ただ飲んでるだけのライブ配信っていうのも、たまにはいいんじゃない？まあそうですね。息抜きな感じでね。今度助走してくるので、シアターみたいな。もうね、画面の中の情報量が多すぎてる、それ。なんかこれ話してもらった時にね、シアターズってことは助走しなきゃいけないんですかって最初塩見さんに聞いた。そっかシスターズだから、そうだからシスターズだから、うん、どういうことなんだろうと思って。そうだよね、分かんないよね。いやだからこれね、ほとんどの人が今まあ見てくださってる方々は、初期の頃から見てくださってる方々は多分お分かりいただけてると思うんですけど、なんでミッドナイトシスターズなのかっていうのはね。だからブラザーズじゃなくて、なんでシスターズなんだろうって最初思ったんですよ。どういうことって思って。何それと思って。全然深い意味ないんだけど、なんかたまたま塩見さんのことを、お兄さんこういうことがありましてとかって、お兄さんとかって話してって、どっからかお兄さんからお姉さんに変わったんだよね。その瞬間に何言おうとか言ったわけですか。そうで俺とこうちゃんの、そのくだりあるじゃん。ある。俺ら二人よくやりますよね。何があなたとか、何冗談じゃないよとか言うよね。何してるのよみたいな。そう。それはそれであったんだけど。いやだから、俺一瞬思ったのは、ジュンさんってやっぱり本当にそっちだったのかなって思う。全然。やめてくれる？やめてくれる、俺のこといじるの。
俺こそ行くんだよ、やめてくれる。後輩なんだから。なんか大体いじってますよね、俺がね。そうそうそう。だからまあそんな感じのあの2人の掛け合いがあって、うん、1回目ですよね、あの1回目のそうまあ仮でまだタイトルも決まってないでやってる時にポロッと普段の呼び方が出ちゃってそのお姉さんって言っちゃったんだよね。でそだからもうだからそので、お姉さんってなんやねんって、その下りを説明しなきゃいけなくなっちゃったわけ、ちゃんと。怪しいじゃん、だって。いや、しょげさんのチャンネルはたまには見てたけど、シスターズは知らなかったから。ああ。で、その後タイトルを募集して、出し合って、その中から投票で決めてもらった。ミッドナイトシスターズの前に2丁目とか入れた方がいいんだって。2丁目ミッドナイトシスターズ。2丁目本気でやばなるやん。それ系が集まってきたらえらいことになるからさ。本当に。はめっちゃもうでもその俺とこうちゃんのあのくだりはどうして生まれたかちょっと分かんない。いや、なんかあれ飲んでるノリですよね。なんかみんな飲んでるノリで。なんかなぜか二人がおかまになるっていう。何飲んでるのよみたいになって。あれ自然に生まれますよね。自然だったんだよあれね。漫才みたいになるね。そう俺らがあのお姉さんお姉さんって呼び合うようになったのも、もともとほらさっきも言ったみたいにお兄さんお兄さんってねえねそうですよね言われて、で俺も返してお兄さんお兄さんって言い始めて、お互いにお兄さんお兄さん言い始めて。でその頃ちょうどよくねマカオフィルに行ってたんよ。ああ、この人ね。そうそう、この人がね、マカオフィルによく行ってて、で、あの今どうしてんのって言ったら、あ、お釜に飛ぶとこですとかつって、お釜行ってくるわよみたいなことを書き始めて、あそれがお姉さんになってしまった。そうそう。今から、お釜行くわよ、どんだけとか言って。次回から化粧ちゃんとして出た方がいいですよ。それでちゃんと布団に寝転がって。飛んちゃうわ。飛んちゃうわ、もうちゃんと布じゃん。それなんかもう、セレブじゃん、もう寝転びながら配信で。こういう感じで。そう。こうシルクっぽく見えるしね、ちょっと。そんな経緯もありましたね。ありましたね。そう。だからこれがね、あのミッドナイトシスターズになったのが3回目からなんですよ。はい。やり始めて。1回目、2回目はタイトルは未定ってやってて。ああ、しばらく仮でいこうかと一緒みたいな。そうみたいな感じで、タイトルは未定ってやって、で、その時の一番最初の下りの時に、お姉さんはあってポロッと出て、つって2人でもこうなってしまったのか。言うてもうたって怪しいなと思ってる。どうか普通に怪しいなって思ってる人も少なからずいるっていう。少なからずおると思うよ。ちゃんと白黒はっきりしといた方がいいと思いますよ。バレたかっていう。男二人ずっと配信してんだから。男二人でずっとミッドナイトシスターズで。そうお姉さん言うてね。お姉さん言うて。おっさん同士で。そのやおっちゃんがお姉さん言うて。60回もやってからにね。60回もお姉さんお姉さん言うて。ほんまに、ね。俺がいるせいですよ、これ多分。いやもうこういうこともこういうこともあっていいですよ。助かります。いいです。ほんまにね。いや皆さんありがとうございますコメントね。そうです。うさぎ年です。そう。Mたさんはい日付変わりましたね。そうですね。日付変わりました。ぼちぼち。はい。門田さんはい初コメです。ありがとうございます。セバ先輩、このまま朝までオンラインミーの朝まで赤。あかみんな明日あるミーですからね。いや七馬さん来た朝まで生宮西読み。いや明日あるミーですから皆さんね。門田さんはい、
最近川波さんのロメジュリ毎日のごとく拝聴させていただいているので、今回のゲスト出演嬉しいです。あ、よかったよかった。そんな、なんか喜んでいただいてるのにこんな話しかしてないっていうね。ちょっと真面目な感じなんかあります。真面目なネタね。いやだから皆さん、あのご質問とかあったらここバンバン書いてくださいね。あの多分皆さんもね、あのこんなしょうもないどうでもいいような話を絶対俺のせいなんですよ。いやそうだよ、間違いなく俺のせい。そうだよ、間違いなく俺のせい。やってくれたな。うん、そうやってくれたな。もう俺はね、もう寝てないから。何？俺は寝てない。俺も寝てねえよ。俺も寝てねえよ、座ってるよ。何なの？だからベッドじゃねえで寝転がって、もう羊の毛皮みたいな。寝転がってねえんだよ。エマニュエル夫人的な感じじゃねえの。それ。エマニュエル夫人、久しぶりに聞いたわ、その名前。2まであるからね。え、2あるのあれ。2ある、2ある。2ある、2ある。よく年末にやってたよね。持ってますからね。なんで持ってんだよ。なんで持ってんだよ。もうね、アマゾンではやってないんですよ、あれは。ああ、そうなんだ。アマゾンでは見れない。やっぱ持ってなきゃダメ。そうそう。もうエマニュエル夫人とかね。懐かしいですよね、懐かしいね。もう昔はめちゃくちゃドキドキして見てたのに、今となっては。ちゃんとぼかし入ってるもんね、あれね。そうなんですよ、すごいんですよ。あ、そうなんですか。そう。僕、あの、ジャケットしか見たことないから。あの中身掘り下げないでもらっていい、あの分かんないから。これ以上は無理。あの申し訳ない、本当に。ジャケットしか知らないよ俺。本当申し訳ない。僕は知らないから。ああね。知らない。なかなかこう最近エマニュエル夫人の話題で盛り上がるライブってないよね。この男のせいですよ。全然すべてはすべてはねえ、本当。カルダさん、はい、最近、あ、じゃあこれ読んだ、さ、今読んだわ。森氏さん、はい、年取るの早いって先生よくおっしゃってますね。そうか。普段からそれを痛感してるわけよね。僕ばっかり年取って教えてる高校生ってみんな年一緒じゃないですか。うん、ああそうだね。でなんか。割と最初の方って割と話が合うんだけど、最近の子って全く話が合わなくなってきて、もうそうすればするほどなんか1年が早くなってくる気がするんですよ。なんかもうなんか、なんていうのかな、なんかついていけてないんだろうなっていう、でもなんか流れに。最近やってるのは、こう、何聞いてんのって言って、聞いたやつはなるべく聞くようにしてる。涙ぐましい努力。YouTube の中ね、動画でなんかいろいろ聞くんですけど、はいはいはい、なんか、え、なんでこんな運動みたいな要素もあるんですよ、実際。あ、うん、でも やっぱりそれが分かんないってことは、今の感性についていけてないのかなとか思う。真面目やな、そういうとこ。根は真面目なんですよ、僕は。根はね。知ってる。根はね。根は真面目です。根はね。枝がめちゃくちゃなんだけど。ほぼ枝だからね。やかましい。こんなもんだよ。根は。こんなもんだから。ねえ、そうそう、本当にね。M田さん、はい、僕は40代があっという間だな。まあそうっすね。もう市販代もだから本当、市販代も来年50ですからね。うわー、やだ。そうだから。うわー、そっか、もう芸術。芸術っすよ、来年。なんか嫌っすね。芸術っすよ。芸術っすか？芸術っすよ。なんてやねん。めちゃくちゃやだ。芸術っすよ。嫌です。めっちゃ嫌です、言われてもね。本当にいや。だからあっちゅう前で、こう、覚悟して毎日を生きてくださいね、もう本当。大
人に今日。ね。そうそうそう。ね、寝てる場合じゃないですよね。ね、寝てねえんだよ、だから。だからこれ、エマニュエル夫人じゃねえんだよ。どう見ても寝てるように見えんだもん、俺から見たら。寝てないよ、だから。だから別に。あの官能的にお送りしてるわけじゃないんだよ。普通にやってんだよこれ、真面目に。官能的にやってるわけじゃないから、これ。官能的にね。なんかまあいいや、今のとこ諦めた、諦めた。いや、なんか一応ね、あのセーブしてるんですよ。セーブしてる。 ある、はい、あるんだ。いや、これ残るからね。ん、これ残るからね。だから、だからセーブしてる。だから。だって、セーブしなかったら俺やばいの知ってるじゃないですか。やばいやばいやばい。ね、やばいの知ってる。しのりさんも知ってるじゃないですか。めっちゃセーブしますよ。そう、だから収録やったらね、後でちゃんと P 入れたり、いろんなこうモザイク入れたりもできるんやけど、もうふとあれするともうやばい。すいません、もう今一人酔ってるしね。あれも全然酔ってないです、意外と白くです。本当にまだ全然大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、うん、まだ中杯2本目とかなんで。はい、大丈夫、ガンガン行ってください、ガンガン。ねえ、もう。ねえ、そうですよ。いや、でもなんか、この2人と話せるのが僕はすごい楽しいです。いやいや、なんか久しぶりやもんね。はい。あの、塩見さんと LINE することありますけど、うん、あの、やっぱりこう、久々にこんな感じ、めっちゃ楽しいですね。会うの？ないですからね。会うのいつぶり？もしかしたら去年の時間が入れててんね。あれかな、あの、演奏会した時。クムラッチの。そう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 。ああ、そうか。多分あれ以来だと思う。あの時だから、ほら、西成の、西成のローソンの前で3人で食べて。あの時、春祭の時だよ。春祭、それ、春祭の、そうだ、そう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 。あれの時に3人でコンビニ前でちょっと飲んで、これだけハイボール飲んでいた時でしょ。そうだそうだ。あ、懐かしい。あれもう1年、去年ですよ、あれ。去年の3月。そうだな。去年の3月、そうだよね。3月、そう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 。なんか。なんか、実際にこう、会ってこう、配信したいですね。そうだね。そうだね。ね、今もだからあの携帯とかでも配信できるからさ、今度だからもし会う機会があったらその時は、あ、ぜひ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 3人でそのままやろうや。こんな感じですけど いいんですかね。あのスナックとか行って、あー、いいですよ、あのバーカウンターでこう置いといて。あのフリーザしかやらないやつ。ずっとそう、あの顔ペインティングしてさ、フリーザの格好で、え、でしてくれます？するよ、する、かくよ、かく。それ、ええと思う。それ、めっちゃ面白いですね。それ、面白いと思うよ。でも、あの後半も、だから、声枯れちゃって。こっちフリーザで、こっちマジンブーして。あ、それ、ええな。そうそうそう。これ、面白いですよ、それ、いいわ。それで配信したら、多分面白いと思う。それ、いけると思う。みんな見てくれると思うわ。で、あの、もう、最後、見てよって話ですよね。最後の方どっちか分からなかったね、もう。ずれちゃって。やばい、やばい。確かにそう。いやいやいや、もう。いやいや、ね、よし、チューバーさん、はい。女装コンテスト入賞歴がある自分も混ぜて、マジですか？すげえ。女装コンテスト入賞歴。すごいなぁ。ねえ、M 田さん、はい。ミッドナイトシスターズシーズン2は三姉妹編ですかね。三姉妹編。これ、毎週は無理っすよ。ジュンさんと俺はできるかもしれないですけど、塩見さんが結構ハードル高くないですか、それ。
いや、俺、言うとくけど、俺もね、あのほら、大阪音大は昔、女装コンテストあったから。どんなこと言ってはったんですか？女装コンテスト、女性の格好をして、何もそう、女装して、ないみたいな。で、ちゃんと本間門の人が審査するんですよ。すごいですね。あの、某テノール歌手のね、あの、H さんね。そうそうそう、H さん。大学の先輩でね、いらっしゃるんですよ。素晴らしい。素晴らしい方がいらっしゃる。そう。あの、その方がちゃんと採点してくださって、あの、はい、ちゃんと3位ゲットしましたから。今の学生さんはそういうのないんですか？今やってないね。なくなりましたね。あの、コロナ関係なく？はい。古き良き伝統が。もうでも、なくなって十何年経ちますね。そうですよね。僕も、うん、1年生とかって芸しなきゃいけないとか。ああ、はいはいはい。っていう芸をかけてますよ。違う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 。話進まない。そう話が進まない。じゃあ寝てるのやめてくれます？寝てねえんだよ。だ起きてんだよ。なんかふわっとしてるけど、完全なんかじゃねえ。なんか背景がふわっとしてるから。俺このためにわざわざ実家まで来とんねんから。このためにわざわざここまで来とんねん、こっちは俺。わざわざこのためにねえ、もう本当にね、三姉妹ですよ、もう。二藤くんが川並屋にしよみって川並屋にしよみ、いけるね、いけるね。次からはそれでいきましょうか。かおちゃんさん、リアルカマ騒ぎ。カマ騒ぎ。カマ騒ぎ、やばいですね。やばいね。いや、七五さん、はい。訂正、朝まで生カマナミヤにしよみ。もち太郎さん、三姉妹編、キャッツアイですね。キャッツアイ、久しぶりに聞いた。衣装までそれ、ちゃんとしなきゃいけない。レオタードね。そう、レオタード。レオタード来て。ジョーさんだけ寝てるっていう。寝てねってだから。カツラつけてこうバーンって髪になってる感じ。こうってなっちゃってね。そう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 。すごいね。こう寝てるって言うしかない。そんなに寝てる？そう寝てる。俺にも見える。そんなに寝てる。なんか僕荒らしてません、大丈夫ですかこのチャンネル。大丈夫、もういいよ、いいからいいよ。全然問題ない。大丈夫ですか？じゃあシャーシーさん、はい。川生さん誰やか。なんか聞いたことある。川生さん誰か言われたな。マジ。岡島さん、教官もしかして立って寝る派？宇宙飛行士のように寝てないけど。もうじゃあもう寝てる時万端ってことですか？まあね。まあね。それはもう実は介護ベッドで寝るときグイーンと下がるやつでしょ。介護ベッド。あのこれここも固定されてるから、これバンドのここ両肩固定されてこのままそれバリウム飲んでるときやけど。もおもろすぎる。いつもそれで配信してるんですか、これ、この回に。毎回それやね。そうそう。実際から寝てんの？寝てねえよ、だからもう。意外認めたらどうすか、もう。もうちょっとあの、感覚開けてくれない？いや、本当開けようと思ったんだけど、毎回それでやってるのがね、ちょっと気になっただけ。そうなのね。そう、エムタさん、はい、収集つかなくなってきてるな。なってきてます、なってきてます。一旦じゃあ、トイレ行ってこようかな。どうぞ。
ハルさん、ペダルと T シャツ3枚着回して出かけようと思ってます。あ、ぜひぜひぜひ。この間、この間3枚まとめてお買い上げいただいて。おすごいですよ、もう本当ね。シャーシーさん、はい。チューバーは下ネタ。川生さん、プロコ宣伝して、あ、プロコ、さっきガンガン宣伝してましたよ。川生さんって。画面録画中。これ画面録画されてた。やばい。もうね、視聴者無視系チャンネル。そう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 。これね、チャットとね、ラグがあるんですよね。もうこっちで盛り上がってるとなかなかね。そう、大丈夫。さっきプロコガンガン宣伝してましたから。はい。はるさん、はい。三姉妹ミッドナイトシスターズ楽しみにしてます。結構これ体力奪われるよね。もう終わりしません？あいついない。疲れたんすけど。もう終わりしときません？もう。もうね、もう1時間、もう1時間半経ちますからね、もう。もういいです、これ。1時間以上。ねえ、そうそうそう。セバ先輩3位やったね。そうなんですよ。そう、女装コンテストね、3位でした。ねえ。氷持ってきてるよ、氷。氷持ってきました。しんちゃんさん、はい。あ、八幡なんだ。そう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 、八幡なんですよ。あ、そうです、そうです。ね。そうそうそう。山下正代さん、はい。女装での配信楽しみに待ってます。モリスさん、立って寝るってことは全部寝言ですか？それ、無遊病患者や。もう寝てますよね。すごいね。もう寝、寝てるね。ね。ね。ギアシバさん、ゲスト会なのにいつものミッドナイトシスターズのパワーアップ不毛会。そう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 。もうね、もうこればっかりはね。そりゃそう。コウちゃん呼んで有毛になるわけないよ。僕のせいなんですよ。いや、だから俺言ったんすよ。ね、絶対そうね。そう、決定した、この人に決定しましたって、お姉さんから LINE 来たときに、これ誰ですかっつって。この人誰ですかっつって。やかましいわ。この人誰ですかこの人誰ですかっつって。まだ、真面目な話もしますじゃあ。いやいや、もう十分真面目な話してますよ。何もしてないと思いますね。たまにはこうやってストレス発散があっていいんですよ。ストレス発散になってるかどうかじゃんけど。完全にもう家で飲んでるまんまでやってますけど。そう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 。いつも一人で黙ってるのか喋ってるかの違いだけですね。もう完全にこう我々自分たちでこうオンライン飲み会してるような感じになってるからね。そうですそうです。させん。そう。いや、それでいいんですよ、それでいいんですよ。ね。で、シャーシーさん、はい。川並さん、いいところでトイレ行った。終わりましょう。ほら。いいタイミングやったらいいわね。ほら。森さん、はい。1の位が0の時は、3姉妹ミッドナイトシスターズ。1の位が0ってどういうこと？そう、毎回ね、10回に1回、ゲスト会やってる。あー、なるほど、なるほど、なるほど。10回に1回毎回これっていうのも、これ結構厳しいよね。はい。これ、カナミはもう60回に1回でいいです。はい。次120回目でお願いします。そうそうそう。はい、すごいよ、もう。いつもどんな話してるんですか？いつも意外と真面目よ。あ、真面目。ゲスト会は真面目よね。あ、そうなんや。うん、例えばどんな話ですか？例えば、中井さんとかさ、うん、意外とそのなんていうの、その楽器の素材の話とかさ。ああ、素材な。ユースの方ですよね、楽器の。そうそうそう、方ですよね。素材か。そうそう、いろいろさ。先週はだって、ね、緊張。そう。緊張した時どう、こう、ああ向き合うかとかいう。そう、めちゃめちゃ勇猛な話してました。おお、すげえ。めっちゃ勇猛だ。
そう。緊張した時どうされます？それはまあ見てくれ。そう、それは先週の見てください。わかりました。置いてかれてんな。それ見てくれ。あ、じゃあ逆にじゃあこれあの幽門会にするためにかなみ先生あの緊張した時はどうされてますか？緊張する時ってやっぱりこうあのなんだろううまく楽器を吹こうと思った時って緊張しますよね、うんうん、うまく操ろうと思う時やっぱりなるべくそれを考えにするんですけど。うん、やっぱりこう大変な曲の時とかってあの緊張するじゃないですか、うん、その録音とかあのレコーディングとかの時っていうのはでやっぱりそのなんだろうなその時ってやっぱりこう楽器をうまく吹こうと思うとやっぱりこういろんなこと考えちゃうじゃないですか、うん、だからやっぱり1音目音を出す時からこうなんでこうどうでもいい音は出さないっていうのを考えてます、ね、こうすればただブーって吹くじゃなくてマッシュみたいな感じでこうまず音楽的にまずロングソンからブワーって吹いてでそこからちょっと動いて、まあ、その音から始まるボルドーンに吹いたりとかからまず始めてやってでその本番に向けてもそうなんですけどやっぱりこうどっかで吹き方考えちゃうとうまくいかないので、やっぱりこう、なんていうのかな、もう本番まで軽く鼻歌で歌ったりもしますし、声出して歌ったりもしますけど、なんかこう、うまく吹こうと思う自分がいるのはいるじゃないですか、やっぱり。それをあんまりこう、やらないようにしますね。あの、やっぱりこう、いい声で歌いたい。だから、いい声で歌いたいって感じの方が強いですかね、うん、そのこの感覚を大事にはしてるのかな、なんか思いますけど、ね、あの真面目か、え真面目か、だって真面目な話しろって言ったじゃん、フリやフリ、まあ、あのだからオケの前の音出しから気をつけて、なんとなく音出さないでやし、あの音楽的に全部をまず音出しから始めるっていうのはルーティンですかね。知らんけど。なるほどね。知らんけど。知らんけど。はい。いやいやいや、僕あの今回唯一の真面目な、はい、会話かもしれないです。はい。ね。そう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 。もう真面目な部分は、真面目だね。真面目ではあるんですよね。そう。根っこが真面目。根っこは真面目です。根っこ花もする。根っこ花もする。もう俺はもう、ほぼほぼな感じです。すごいなぁ。さすがです。さすがです。ねえー、シアースワイさん、はい、川波さん、サイドプロコ、ユーカーさん、プロコ宣伝、ありがとうございます。シアースワイさん、川生さんの悪行、何それ。いや、シーバーさん、不毛ライブ配信で、そこの、こそのミッドナイトシスターズ、そうですね、そう、不毛でこそですよ。ねシャースワイさん、はい、真面目な話聞きたい。もう今のがもう最大限に真面目ですね。ユーハさん、プロコ、バイピアニスト、原ゆりさん。あ、プロコでピアノ弾いてくださった。はい、ああ、どうも、お疲れ様でございました。もう本当にね、まだアーカイブ見れてないんですけど、アーカイブ、あぜひ、はい。拝聴しますんで。本当素晴らしいピアニストなんで。はい、ありがとうございます。もうねでもなんかプロコのやつも、やっぱりこう、一発撮りでその楽章を撮ってるので、やっぱちゃんとした録音にはしたいなっていうのがあって、まあ、ちょいちょい考えていこうかなっていう感じですね。はい、やっぱりあれ、まあ、なんていうのかな、編曲もなかなかボケ版をやっぱりその3人でやってるので、ピアノに負担がすごいいってるんですけど。ああ、そうなるよね。はい、はい。うん、でもすごいもう頑張ってくれて、もうありがたいんですけど、やっぱりちょっと、ちゃんとした録音では残したいかなっていうような
曲だったので、うん、それはやりたいかなと思ってます。いいね、レコーディング、うん、ソロ CD じゃない？まあ、それもしたいんですけどね、何を入れようかなっていう。ね、でもあのミッドナイトシスターズそれ募集してあのリストアップして送りますんで、あ、わかりました、お願いします、これ入れてください。いいっすね、ありがとうございます。いいね、ね、あのサミュエル・ジョーンズとかあのポーレ・シュミットとか全部ばっかり、そんなもう何いやでもなんか楽しいな。ジュンさん何 LINE してるのか、え、今下見てるでしょ。もう長いから、ごめんしょ、返してないメールとか見てたんだけど。ああ、やっぱり、ね、一瞬寝ちゃったのかと思いましたね。寝てねえよ。いいペースできたね、いいペースで。いやいや、これくらいといいっすね。え、そのツッコミって今までなかったですか？ないね。ないないない。こうなんだ。こうちゃんだけ。あ、ほんとに。これ、終わりません？終わりたかった、眠い。そう、とりあえず、じゃあ、 あのコメント全部読んじゃいましょうね。チ、はい、ャース Y さん、川波さんが真面目な話すると、無駄にかっこいいのが腹立つ。中島直哉さん、いい話、ありがとうございます。もち太郎さん、いい話だなぁ。やばいやばい。やばいやばい、次行った、次行った。シャースワイさん、いい話。ユーハーさん、いい話。角田さん、はい。宮西さんの寝てねえよのツッコミ、ドツボにハマってます。質問で、塩見さんの最近、挙げられた新ピローについてで、コルクを挟んだ時の感触はやはり違いますのでしょうか。あ、新ピローね、はい、そうなんです。お、MJ 教科もなんか出してきましたが、ちょっと後でまたそれ、あね、はい、ちょっと後でまたお話ししたいと思いますが。寝袋？寝てねえ。何を寝袋みたいな。磨いてんね。磨いて。寝袋を上げてきてね。大事に磨いてんね。そう、今ね、ご質問いただいた、シンピローっていうのがあってね、はい、シンピローって知ってる？はい、知ってますよ。この間市販台、ライブ配信でちょっと使い方というかちょっとやってみたんですけど、シンピローってね、本当だったらシンバルの、サスペンディッドシンバルとかの台座にするような、はいはいはい、通常ほらあれってフェルトとフェルトで挟んでネジで締めるでしょ、はいはいはい、それでフェルトで響きを結構取られてるから、その響きをできるだけ接地面を少なくしてってするのに、こうゴムというか、ゴムっぽい柔らかいもので、半円状のものを、半球体のものを作って、それで挟んでネジ締めてっていう風にして、シンバルの枕っていう風にしてシンピローっていう、それを作ってる人がいらっしゃる。シンピローなんですね。そう。でそれがね、チューバの管と管の間に昔ほらあのワインのコルクとかを挟んで、はいはいはい、ありました、ちょっと支柱の役割をしたりとかしてた人いたでしょ、結構それと同じ効果を得られるんですよね、そのゴムでってことですよね。そう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 。でコルクだったらほぼ形が変わらないけど、ゴムやから結構形が変わっていろんなところにはまる。だからいろんな場所を変えてみて自分の一番やりやすいところでっていうことをちょっと最近実験してやってて、そう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 。でそれで結構ね、あの市販台の持ってるブルックナーとか、あのちょっと特別に作ってもらったやつやから、ちょっとバランスがあのバラバラやったりすることがあって、いびきがね、でそれに結構挟んで、あ、ここでやるといいなみたいなのを見つけるのをライブ配信でやってて、あ、なるほど、うん、で結構それでね、やってて、もうぜひぜひ、はい、もうね、まあ、なんちゅうやろ、普通に製品版で出てるものだったら、あんまりそんなバランス悪いの状態で出てないと思うけれども、うんうんうん、なんかこう、どっかカスタマイズした楽器とかやったら、ああいうの、いろいろやってみると。バランス取るようですってことですよね。そう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 。ブルックナーいいですか、ブルックナー。うん。うん、しかも、
2年前ぐらいに合宿で持ってきたのってブルックナーでしたっけ。あ、そうそう、ブルックナー。あれ、クラスの前ですごい良かったですよ。ノーラックのやつね。はい、うん、ね。そうそう、だからあの MJ 教官も今ブルックナー持ってて、そうだからあれちょっといろいろ試してみるといいかもしれない。そうですね、やってみます。うん、うん、あの花とかこうしていったらいい、こうやって次なんかだんだん次なんか眠そうだけど大丈夫ですか。ちょっと眠いね。ねえ、こんなもん寝ましたからね。あのね、ボーンウィームズの一番疲れんのよ。あのね、あの分かる。あの今言おうとしたのは、今度から配信の時に後ろに枕を置いた方がいいですよ。だからさ、置けないんだよ、ね。だからあの接着するの、接着。あ、もうここにね。そう、接着するの。もうめっちゃ完璧ですよ。キャラで。ここにこう枕をひっつけて、頭にひっつけて。そう絶対面白い。絶対取りに行って取りに行って絶対面白いですよ、この人が。あれでこの絶対面白い。それ絶対面白いんだ。これ絶対面白いんだ。キャラとして完璧。完全に寝てるよね、これ。もう完全に寝てる。完全に寝てるよ。ヨさん、やっぱそのキャラでいきましょうよ。もうやって。動けない。これから毎週。動けない。あのね、すげえ疲れる。逆に疲れる。そう。枕してんのに疲れる。枕支えてなきゃいけない。いや最高っすよそれ。でもいや枕そこにあると思わへんかったな。自分の部屋っすから。そっか。はい、実家のね、実家のね、部屋の壁がそんな布団みたいな壁なんですか。いやだからね。次行ってください。次次行きます、次行きます。これ、シャーシー、シャーツ Y さん、はい、疲れてる人多分見てる人もね、ちょっとですね、見てる人多分もうあの眠くなってきた人、ね、眠くなってきた人はみんな寝てくださいね。いや僕が眠いっすよ、だからもう寝てるからね。そう寝てて。ほら寝袋寝袋。シャースワイさん、はい、撮りますよね。ご飯もりもりさん、えぐいやつばっかり。そうそうそう、あのソロの曲ね。シャースワイさん、チューバトリオとか録音してみたい。ああ、いいっすね。こちらと、もち太郎さん、はい、寝袋。きれいでしょ。おっ、フランドッチ。何番 ?50。あ、俺50好き。あのね、50ね。50最近あの MRP で使ってる。いいよね。うん、めちゃくちゃいい。へぇ。MRP いいんですよ、50。あ、そうなんや。音がもうね、あのヘルバグとか系と全然違う音がする。うん、やっぱりベーカンの音しますよね。ああ、そうかもね。うん、ちょっとベーカンチックの音。なるほどね、うん。あれめちゃくちゃいい。うん、MRP たまに使いますけど、うん、その時絶対今50なんですよ。前までヘルツーでやってたんですけど。ヘルツー以外。ん？だね、なんかヘルツー以外の。そう、やっとヘルツー以外が見つかった。すげえ。俺、F カムヘルツ F だから。そうだよね、うん。そうなんや。そうなんですよ。ボリッピのヘルツだもんね。だから、F カムのマウスピースはもう10年ぐらい瞑想してたんで。もう、一時期ボボソロだった時もあるし、65行って、64行って、60に行ったりとか。まあ、そうだよね。もう本当に瞑想してて。やっぱり、カップ系が一緒のやつがやっぱ吹きやすかって。うん、で、ヘルツ F。ヘルツ F。うん。でもね、普通からしたらでかいじゃん。なるほど。あ、若干でかい。でも今それがやっぱ吹きやすいから、なんか、OK の音が出すには、この俺はやりやすいかなっていう。65よりでかいっすもん、ね。なるほどね。でかいでかい。
なんか真面目な話しちゃってるのか。やばいやばい、真面目な話。次行きます。次行きます。はい。すいません。シャースワイさん、はい、ほほーってね。モカチューバさん、はい、テレビショッピングの時間、今は、今日は寝具のご紹介。寝具のご紹介。寝具。ね、ま、枕の紹介しましたね。どんなベッドね、寝てね。寝てね。進まんから、進まんから話が。すいません。森さん、はい、YouTube のライブ配信中でも寝れる寝袋です。寝てないよ。ねええー、チャンネル6343、はい、かなみさん、いつも応援してます。おお、素晴らしい。ね、こういうもうはもうこういう方々がいらっしゃって成り立つんですよね、この世界。本当ありがたいですね。またよろしくお願いしますね、もう本当。ありがとうございます。ね、餅太郎さん、MJ ピロー、はい、そういう枕売り出してもいいかもしれないね。MJ ピローからの MJ ピロー。MJ ピロー。え？寝てるけど、ね、寝てねえよ。ね、それが面白いから。どんな方だよ。どんでまた寝てんのって寝てねえよっていうのが面白い。もう一生分言ってるよ、もう今。だからそれをいろんなシチュエーションでやったりして、またこういろんな寝てるようなに見えるなんかあれをして、また寝てんのって寝てねえよっていう、それ面白いですよ。これさ、これさ、チャンネル634さんって、武蔵君じゃない。あ、武蔵さんじゃん。あの冒頭にめっちゃ褒めた人ですね。そう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 。めっちゃ褒めて。ですからね。川波先生と一緒にプロコを吹いてらっしゃる。はい、そうです。はい、よければ見てください。ね、ぜひ皆さん見てくださいね。よろしくお願いします。はい。ね、オカチューバさん、笑ってますね。笑ってますね。シャースワイさん、はい、チャンネル634ってクエスチョンマーク出てますから、ピクッと来てますね。森さん、完全に寝てますね。みんな笑ってます。笑ってます。次。次ね。これが、もし布団じゃないとしたら、立ちながら寝る人ですからね。次行ってください。だんだんめんどくさくなってきてしょ。ね、次行ってください。そんな冷たい人でしたっけ、ね、おい。俺さん、次行ってください。次ね。シャースワイさん、やべえ。ご飯もりもり。PT50。しんちゃんさん、シング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 ね。シャースワイさん、チャンネル武蔵スルーか。角田さん、はい、塩見さん、新ピローご回答ください、ありがとうございます。宮西さんは税関の所有楽器数が最近気になっております。ああ、いろいろ変わってますからね。ブルックナーやら PT6 やらベアやら持ってらっしゃるのを動画で拝見しました。ところで、ベッド大きいですね。寝てねえ。面白い。ほらこの中でちゃんとこれチャットから来てくれるようなね。はい、ってことでね。もう竹縄なんで、絵の竹縄ですね。今何時？もう映ったから。12時48分ですよ。いや、ね、朝もありますからね。伊藤さんですよ、伊藤さん。素敵な、プレステージ2051、伊藤さん、はい。こんばんは、お久しぶりです。ちょっと覗きに来ました。ほら、台湾の伊藤さんですよ。おぉ、ユーフォニアムの。おぉ、ありがとうございます。ご無沙汰してます。お元気ですか？もうね、しばらくお会いできてないですけれども。残念。もう終わります。お疲れ様でした。ジュンさんもずっと寝てるから眠いんですよ。寝かしてじゃん。もう寝かして、本当に。枕だ、枕。枕疲れるから。枕。ねえ、ほら、八木沢先生、ほら、八木沢先生が。関係ないですが、今は、西宮に住んでるので、宮西さんを思い出すことが多いです。ほんまや。ほんまや。業界用語で。業界用語チックにね。西宮と宮西とね。なるほどね。業界用語で。業界用語。そうですよ。千葉県が生んだ
メロディーメーカー。そうですね。いや、本当そうですよ。西宮に来てしまったんで。ねえ。寂しい。そうか、西宮だ。そう、今、だ、どこ、あの、すごい近くに、すごい近くにいるのになかなかコロナ禍でね、あの、会えることがないっていうね。うん、そうそう。今度だから、あの、MJ 局がこっち来る機会に、あの、それこそ川波先生も、あの、一緒に八木沢先生と、こう、みんなでね。ぜひぜひ。あ、じゃあ、八木沢先生のお宅から配信しましょう。八木沢先生のライブに、こう、みんなで乱入していくって。だ宮西が西の宮に来たみたいな感じ。西の宮西みたいな。でもベッド持参ですよ。ベッドじゃねえんだよ。だベッドじゃねえんだよ。これ食べない食べない。食べないよこれ。それをつけてちゃんと新幹線に置いてもらうんですよ。でかすぎるよこれ。なんで俺これひらひらさせていかなきゃいけないんだよ新幹線。エマニュエル号言うて。面白いだからなんで官能的に関西行かなきゃいけないだって完全に布団じゃんもうこれあの本当に終わりにしてくれません寝たいマジで明日何ですか朝何ですか明日もう朝午前中からもう出ますから朝あそっか朝の日ですからね朝の日ですからね皆さんねはい、そうですね。あのみんながあのおやすみなさいコールしてくださった。休みに、ね、朝までやりましょう。休みに。と、はい、いうことでね。やかましいわ。第60回。ありがとうございました。ゲストは。皆さんあの、いろいろもうそろそろおやすみなさいって書いてくださってますよ。シャース・ワイさん、おやすみなさい。伊藤さんおやすみ、森さん教官本当に寝たいんですね寝たいよもう疲れてるからもうすぐ1時ですからねそうね、うん、セバ先輩、はい、教官寝てないんでテレビショッピングしないですかテレビショッピングテレビショッピングいいですあのまた今度また今度ほんまやほんまやそう動画をね今度見てあのちゃんと見てくださいあの MJ 教官のあの YouTube チャンネルにクロスの動画上がってますんで寝袋が出ていてますよ寝袋がはいということで八木沢先生はいぜひやったーね西の宮にしよみいや宮しよみ西の宮にしかめっちゃおもろいですねでも本当あの関西来ることがあったらねみんなで集まってそこでライブ配信しましょう、はい、本当ねぜひぜひはいね、春さんおやすみなさいませ、海星くんおやすみなさいです。で、岡千葉さんすぐ寝れますね。そう、もう即自分の家まで戻らなあかんっていうね。寝ましょう。ね、いやっていうような感じでですね、今回も長々とやらせていただきましたが、皆様お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。そう最後の締めをね、入れておこうかなと思いますんで、川波先生から皆さんに、せっかくなんで、ゲストから皆さんに。あ、本当ですか。はい、一言どうぞ。今日はありがとうございました。こんな、なんていうんですかね、なんつうの、本当にもう不毛な、その時間に付き合っていただきました。本当にありがとうございます。でも、今コロナで大変ですけども、やっぱりこれ多分見てくださってる人っていうのは音楽をみんな知ってくださってる人だと思うんですが、やっぱりこう、ね、どんな時であれ、どんな状況であれ、音楽を楽しむっていうことが一番大事なことだと思うので、ぜひ皆さんも、こうね、いろんなチャンネルを見ながらですけども、まあ、このチャンネルもそうですけど、もう音楽を楽しんでいただけたらなと思います。はい。僕らもこの3人ともすごい音楽楽しんでるので、やっぱ音楽で楽しむことが大事なので楽しみましょう。笑いすぎやろ。真面目か。寝てるくせに。真面目か、お前。だってさ、俺今さ、俺まあこのままおると思って、マジで次の氷取り行こうと思ってたらさ。もう終わろうよ、もう。もう寝てるし。ああ、寝てねえって。ということで。ということで、いきますよ。いきますよ。いきますよ。
宮西尾美のミッドナイトシスターズでした。皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。いや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 、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れした。盛り上がったな。盛り上がった。いやなんか面白かったです。なんか思ったのと全然違った。また60回もね。はい。次は120回。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。すいませんね。ね、大丈夫です。あれ。もうなんか自然体すぎて申し訳ない。いやいや大丈夫。皆さん本当ありがとうございました、またお会いしましょう。それでは失礼しまーす。おやすみなさーい。イエーイ。